ミールザー・タギー・ハーン・アミール・キャビールは、ナーセロッティンシャー時代に活躍した、ガージャール・朝時代の大祭相。アミール・キャビールは称号。エザー・フェを取って、アミール・キャビールとも呼ばれる。他に、アミール・ネザーム、アターバクの称号を持つ。アターバクの称号を持つのは、ガージャール・アサでは他に二人を数えるのみで、イランでは、ガージャール朝・アサ。 下のみならず、イラン近代史における改革者の第一として挙げられる。アミール・キャビールの父・キャルバラー・イー・コルバーンは19世紀、初頭に活躍した、大最小、ミール・ザ・アボルガー・セム・ガーエム・マガームに仕えた、調理人であり、ガーエム・マガームとその同盟の息子で最小の、アボルガー・セム・ガーエム・マガーム2世の下で、アミール・キャビールは多くを学ぶこととなった。アミール・キャビールは、 オスマン帝国に派遣され、数百年来続いていたペルシアとトルコの間の紛争の終結のために赴いたこともあり、ナーセロッティーンシャーが即位直後に発生したバーブ教徒の反乱を鎮圧することで王権の強化にも貢献した。また、アミール・キャビールの手によってペルシアの上からの近代化を推進した。その第一は、オスマン帝国に滞在していた経験を生かし、 軍事力の部族依存から脱し、近代化、西欧化を図った、軍政改革である。称号、アミール・ネザームは、イラン全土の軍に対する、指揮権を示す感触でもある。軍政改革は、技術の移入が不可欠であり、ダーロル・フォルーンと呼ばれる、教育機関を1851年に創設した。この教育機関では、ペルシアでは、初めてのヨーロッパ型高等教育が施された。 第2は、管制改革である。成長を組織化して設置し完了性を整備、著しく、文献的な地方政府に対する投与と、宮廷、特に王室勢力の政治介入の抑制に努め、中央集権を目指した。このために全土に液廷を設置して、地方政府と中央の間に定期的な通信を保ち、各種行政執行に中央が関与する形態へと、改めた。 加えて、ルーズナーメーバガーイエーテファーギーへと呼ばれるペルシアで最初の官報的性格を持つ日韓史を観光するなどペルシアの近代化に貢献した。ただし、アミール・キャビールの改革は既得権益を多く持つ宮廷関係者や行為聖職者は反発を強めた。また、ナーセロッティーン・シャーも アミール・キャビールが進める改革を心よく思っておらず、最小の任を解きその後に、カー・シャーンに流した。当時、ロシアの大使は、アミール・キャビールに対し、ロニシアへの避難を進めたと言われているが、アミール・キャビールはこれを誇示したと伝えられている。1852年、シャーの命を受け、カー・シャーンのフィンテイン浴室で暗殺された。 アミール・キャビールの名前にちなんだ大学がテヘラにあり、その名前はアミール・キャビール工科大学という、宮田忠史、物語イランの歴史中央公論新社、中高新書2002年117から118ページ、宮田忠史、物語イランの歴史、ありがとうございます。